匠のティッシュ使って、よかったら。すいません、何から何まで用意していただいて。いいのよ、あんたらゲストやし、いいのよ、気にしないで。みんな狭くない？いけてる？あ、いけてる、いけてるよ、ありがとう。いいね。人の下地使えない一応今日飲み行くんですけど、ね、まあ、きっと日が昇るまで飲むので、私はしっかり焼け玉を持って。ウチ。え？なんなんそれいいの？なんか美容液成分が入ってる。ちょっと遠ざけた方が。こんな感じ。ネクスタっていうで、じゃああんたさ、マキアージュじゃない？そうやね。これ知ってる？めちゃくちゃ皮脂でかい。高いやつね。そういうマウントの。私さ、横浜さ、ちょっとこの間ちょっとデート行きまして、抜け駆けせっこ、その時にいたなんかインチキ占い師みたいなのに、あなたエロ性めっちゃ濃いって言われたあとさ、なんだっけ、新宿二丁目線、そう、新宿二丁目線なんか先になんかおかまなんですよみたいな先に言っとったやんか、うん、後からなんか、あ、この線は新宿二丁目線ねって、何それ、うわ、そんなないのに、バカじゃないの、うち調べたけど出てこへんかったその場でね、そう作ったんやね、頼んだバチコキやから、でもそのインチキ占い師に私4000円も使っちゃった、4000円も使っちゃった大丈夫、最近ユキ2万円使ってるから占い、あ、本当にねえ、あんたやばいよ、マッキーだね、占いで、めっちゃ当てられて、それ当たる占いだったの、ガチで鑑定歴40年やってる先生って、うんうん、本格的なやつ、なんか生まれた時間まで使わなあかんねん、ね、あんたこの人は、うん、何このカラカラじゃん、そこ見えてもらったじゃないやん、ね、これ全部バレたんです、ちなみに、そうそうそう、よくこいつだけ生き残ってて、うん、こいつだけ使ってるかな、すごい、あね、見てディオールなんだよね、これもちなみにお誕生日プレゼントなんです、あ、私もらいもんでしか使えないんですよ、ね、あ、もらいもんババアですね、もらいもんこれ、いいじゃん、ほんまにそれ、じゃあこちらプリマビスタの下地、アンテカリ防止、あ、結構いいんです、油結構湧いてこない、あ、はい、なんか私夜の嫌いなんですけど、夜も大丈夫、あ、夜も割といい気がします、わかりませんけど、へ、エラミさんみたいに厚化粧じゃないんで、でも皮脂テカリ系いいよな、だってほんまに汗かいても浮いてこないね、本当によ、そうよね、でもさ、なんかブランドコスメとかいっぱいあるやん、なんかいいのももちろんあると思うけどさ、ブランドやからなんか全部いいってわけじゃない、違う違う、関西人の魂出させてもらうと、いかに高品質で低価格か、これを狙います、あ、すごい、そうなんです、高品質で低価格、ドンキが掲げてそうな、そう、高品質で低価格、でもさ、リピート無理じゃね、無理てか、まずデパートまで買いに行くのが無理、わかんの、だから今ネットが普及してるけど偽物も売ってるしね、ねえ、ねえ、やばい、なんか9年にめっちゃミスってんねんな、ナーズのなんかやつ買ったけど全部偽物やった、あれ偽物？偽物やって一回、え？パウダーパウダーや、最低、ありえない、そうだから商品紹介とかしない、あっ、なんかじゃあ言いたいやつだけ言えばいいかなみたいな、私は全部言う、こちらのあのイヴ・サンローランの、あのエラミさんみたいな口ペロじゃない、じゃあ私だってね、わりかしまた高いの使ってるから、あ、はい、ごめんなさい、あれ出てないだけやんな、そう、例えばマックとか、あー、これも高い、あのクッションファンデ、ジョンセンムルです、あ、韓国の、はい、韓国の高いクッションファンデです、これちなみにエステサロンでしか売ってないやつ、ありえない、生意気ね、ギャルすぎ、つけたまま寝てもいいんですよ、どういうこと、どうしてんだ、まあまあ寝ていいわけないだろう、これ美容成分が多すぎてつけたまま寝ても肌が荒れないって、何言ってんだバカじゃない。え、でもさ、どこで買えるの、そのルビーでしか買えないの、そのエステサロンで、サロンしか売ってないんですよ、エステサロンだけ販売してるっていう感じで、えらそう、ぶちこけやがって、ね、ぜひお誕生日プレゼントね、今あげようと思ったけどやめます、え、欲しい欲しい欲しい、え、ルビーやっぱルビーやっぱめっちゃ欲しい、やばい、ルビーしか買ったん、え、ケッケが6月でエラミンが、エラミンだってめっちゃ遅れてくれ、誕生日会とか、誕生日会したやんな、確か、え、してくれた、そう、めっちゃ美味しいところ連れてってくれて、あら、まあ、ちなみに私のお菓子をいただいて、違う違う、ちょっと待って、最低、ちょっと待って、あ、そういうね、もらうだけもらうタイプのやつ、ちょっとお菓子何がおかしいのか、頼んで、じゃあゆうちゃんがチンチン来るってなって、なんか忘れてんなと思って、うん、だからその時にネットで頼んだの、
頼んでくれてた。頼んでんの。いやだ、ちゃんと。じゃあ弁解させてほしかったの。もう止めてくれてるだけで私からしたらありがたいんですけどね。今日じゃあ本当やめて。違う、裏言葉でしょ。なんか私にはないんですって言っときながら、本音と建前の部分やってんけど、まあそういうことは動画上では言わんし、カットさせてもらうんやけど。もちろんね、林してってことでしょ。要するに和訳すると林してってか、ウケも遅れてるから遅れたら早いけどね。考えてもね。いやいい、だって3月生まれやのに祝ったん7月から4ヶ月経ってた。違う、そうだ、関係ない。気持ちが大事。そう、気持ち大事。お祝いしたいっていう気持ちはじゃあ今伝えてきました。そう、ありがとうございます。その気持ちだけは下等でね、まあ遅いけど、まあ気持ちだけは下等でもあって、決められる。私帰宅帰って私だね。ウケモトさんちへいらっしゃい。こちらのコンシーラーはディオレを使ってます。すごいなと思ったのが、キッキー本では鏡なくてもできるタイプ強いね。あ、そう、これでいい、これでいける。これ反転してるからやりにくい。あ、そう、やりづらい。こっち行こうと思ったら消えちゃうから。平均化粧時間どれぐらいかかる人みんな。私1時間半。キッキー15分とかかな。1時間半。じゃあ私1時間半。あ、でうちのことどんだけ待たせるつもりよ、あんた。じゃあだから別にうちは途中段階で別に切ってくれたらいいじゃん。別にノーファンデで生きれる子とかおるやんか。マジ理解できんの。え、ほんまに。あれ嘘よ、嘘、嘘。どこ塗ってんだよ。塗ってる。塗ってんじゃねえ。私が騙されてるだけか。この上嘘だらけよ。あら、特に長年東京住んでたらもっとその精神強そう。そうよ、疑う心大事。大事よ、誰も信用しちゃいけないの。特に誰よりもひねくれてるから、この人。うん、女同士なんて特に。うひ、多分東京に住んだら4日ぐらいで病んで帰りたいってなる。私も初めそれやった。なんかもう早く関西帰りたいみたいな。でもさ、腹くくっちゃえばさ、あっちゅう間に時間過ぎんのって。くくれば強いってことか。うひ、ん、はまだくくれる度胸がないみたいだわ。でもみんなやっぱ東京上がっちゃうから寂しいんだよね。だからこっち来てよって言ってんじゃん。そうやね、縛られるものがなくなったから行ってもいいんだけどね。違う、正直に語り出した。誰よりも頑張ってる、努力か。ここって考えるわ、マジで。ここ来たら、てかお世辞とかじゃなくて、でも普通にね、じゃだから自分も言うし、自分も言われたみたいな。だから私のことなんか言って褒めて、かわいい。それだけ。それだけ。あと今集中してるから。礼儀正しい。礼儀正しい。律儀。品性がある。品性がある。え、他は。もっとあれでしょ、あと30個くらい。鼻多い。あたし来た。こっちがでかい。あたし来た。帰った。じゃあでも私もじゃあ、ゆえちゃんのいいとこ言える。いいやん、その愛の語り合いもいいやん、ゆえちゃん。ゆえちゃんは、まず、年上としての、覚悟が違うっていうのと、ちゃんとさ、ちゃんとかつ、面白さって言ってもさ、そのざっくりしてるから、うちのその好きな面白さって、女としての、同類としての、飾ってないのがすごい好き。ああ。だからもうぶっち開けることも言うし、うんうん、何でもかんでもストレートに言うところがすごい好き。いっぱいある、他にも。お、雑把じゃね。ねえ。違う、なんか言った、なんかさ、尺のこと考えちゃう。私感覚つかめへんくてさ、コラボ。ウキもやね。ほんまに。うん。まだ全然慣れてないね。一番気持ち。一番違いますよ、ね。一番慣れてます、ほんとやっぱり。全然違います。10万人前の方。さすがに、ほんまにね。違いますよ。何万？結構違いますよね。10万人前の方。やっちゃいますよ。ね、いろんな人と絡んでるっていう。そう。で、そのままだと撮ってる。じゃあ私のいいとこ行ってみますか。え、面白い。あ、でも一つマジでメインで一個あげるなら、面倒見。わー、面倒見。面倒見。姉貴肌。ウキが一番最初に思ったのは、うん、風が基本感じさせてくれへん。あー、そうなんだ。フランクじゃね。でもまだ、でも壁さ、壁熱いねって言われるよ。じゃあウキめっちゃ浅い部分しか見てないってこと。ベビタピ働いてた時のさ、しなこちゃんに、キッキーはもっと人を信用した方がいいって言われた。え、でもうち結構フランクに連絡取れたから嬉しかったの、うんうんうん、確かに確かに、でもそれはある。あとなんかやっぱ同級生っていうのはでかいかも。そう、うちちゃんと私同級生の、99年まで。すごい。エラミンもなんかさ、2個下と思われんぐらいしっかりしてるよな。いやいや、そんなことないですよ。絶対お母様が厳しいから。エラミン実質1個下だって。あ、そっか、実質は2個下、2個下、この人一生としてるんじゃないだけよ。2個下、学年でサバイバル探偵。
ストーリーを学年ずるい。え、ウキでもな、一番綺麗な人間がおんねん。あ、それ聞きたいんだけど、みんなに。一人友達でさ、机の上を全部払いたい系女子みたいなのがおってさ。何それ、ついたもう嫌、そうそうそう、全部ぶっしゃい韓国のドラマみたいな。ご飯食ってて喧嘩してても全部やれるから、食べ物無駄にしたその上物も壊して、それにして、声マイナスやから。結構だね。童話のお父さんみたいな。うん。ちょっと大変。ね、低反発な。わかる。だからさ、私もさ、人のさ、家泊まりに来てさ、なんか自分家のようにさ、人んちのタオルをさ、こうやってファンデーションまみれにするやつとかすごい嫌い。間違えた。だからそのために私ティッシュ持ってきたのに。間違えた。待って、タオルに行ってんのはバレボロい。ケケケ、家でこれやっちゃう。パウダーダメなのかなと思ってさ。ケケさ、パウダーさ、カンカンってやってさ、パウダー落としてからさ、つけるじゃん。アイブローとかさ。ペペペってね。そうそう。やって、ちょ、ちょ、パウダーガンカンやめて。これまだいいかな。普通じゃね。ごめんなさい。ごめんなさい。もういいけど、私が手洗いすればいいってことでしょ。分かった、ケーキが洗う。いくら？え？お金払えばいい。最低。ね、どう？なんかさ、こうやって物事金で解決するやつ。はぁ、稼いでね、思って、なんか恨みしてみんな見て。確かに。すごいですよね、やっぱり。全然ちゃいますよね、私らとはね。ねぇ、10万人前。ねぇ、そんなさ、こん中だったら結局一番稼いじゃないやん。いいかげんにしよう。すごいね。やっぱ稼いだはるっちゅう人ちゃいますわ。金で解決でしょ。知らんやん、兄貴。言ったってみんで。女はそうやってさ、すぐにそうやってチーム作って。楽しいか若者ちゅうって楽しいか浮本さんちへいらっしゃい。マジで鼻の中の毛穴取りたいわ。バカの鼻の中、ああ、そういうことね。そう、黒ずみみたいなのに、うんうん、あれこれ嫌だ。でもないよ、でも。ないけどね。でも、マネージャー塗ってくれ。あんた顔綺麗ね。え、もしそんな。でもそばかす見て。でもそばかすはさ、武器にしたら可愛いよ。うんうんうん。これでも真似せった方やねんで。あんたさ、今そばかすスタンプとか。え、あれはでもよく理解できんの。自分からそばかすをつけるの。なんかあるやんな。そうだよ。マジでよく理解できんの。でも、ある側からしたらはぁと思うんだけど。ある側の意見からしたら絶対ない方がいい。でもさ、可愛いそばかすと可愛くないそばかすがあるよね。そばかすとカンパンとかもあるやん。あ、そうそうそう。だからそういう違いがあるんだよね。まああれはさ、悩んでる人ばっかりしてるよね。だから直接行為よ。そう、あれはもう美容系 YouTuber がネタなくなってきてから、じゃあそういうものもじゃあトレンドにしていこうっていう思考から生まれたもの、ね、さすがインフルエンサーは分かってありますわ。裏側の思考。え、うん、憶測。トノブラメグ天才だね。ピシピシピちゃん。え、かわいいよ。出たー。出ましたね。やっぱくれないよね。やばい、しびれてきた。武器もさっきからしびれてもう立ち上がれへん。今立ち上がったし気持ちいい。気持ちいい。やめて、武器もさんそのチャンネルで。武器こ嬉しい。本当に、うん、嬉しい。何人がやってるんだったらいいと思います。メイクってさ、順番わかんなくなるの。いや、わかるわ。たまにさ、あれ忘れてるとかあるじゃん。ある。いつもアイライン忘れるの。あ、ね、結局もここのさ、ここのところに最近アイラインを引くようにしてるんだけどさ。そうそう、忘れちゃう。なんか最近のあった面白い話、なんかやらかしたエピソード。私、はい、あります。なんだ。私この間ちょっと仕事帰りにマネージャーとね、ご飯食べて、うん、でめっちゃお酒飲んだんですよ、自分だけで。なんかじゃあもう帰ろうかみたいな、終電ギリギリし帰ろうかってなって帰って、でその帰り際になんか、いや、めっちゃおしっこ行きたくなっちゃって、でなんか渋谷駅から電車乗っちゃうけど、あそこってめっちゃ人多いのね、えぐいほど。そう、ほんで私は渋谷駅から電車乗って、自分が乗り換えないとあかん電車まであと3駅ぐらいあったのよ。でももうその時にはもう尿意がマックスに達しとってやばいみたいな、ずっとクネクネしてて私ほんであともう2駅ぐらいのところで、あ、やばいってやって、ちょびって出たのよ、おしっこ。ちょびはあるやん、みんな。で、ちょびって一回ださ、お酒がさ、入ってるからさ、ちょび、ちょび、ちょび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 、ピシャーって、じわーって。で、半蔵門線っていうやつなんだけど、半蔵門線の電車も、びちゃびちゃ。うっそー！ガチ！ドア側。この年でそうやらかした。そう、尿漏れしちゃってすぐ降りたすぐ降りて違う電車乗り換えた。結局電話したもんね。そう、電話した。ケーキやばい、おしっこちびってもったみたいな。あるよあるよ、ケーキもそんなするしみたいな。励ましてくれた。ケーキ励ましてくれた。ケーキおしっこ漏らし天才だから。天才だね。すぐおしっこ漏らしてるけど、おしっこが思い出してる。ウキ漏らしてるわ最近。そう、これさ、うん、ウキのやらかしてそうになりますけど、うん、夢でさ、友達の結婚式の夢やってんか。友達結婚式あったから、うんうんうん、多分それで余韻でね、余韻で夢を見たんやと思うんやけど、うんうんうん、親友のスピーチを指名してくれたって夢の中で、はい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 、でもどうしてもおしっこが行きたくて夢の中で、うん、でも
弾丸でおしっこしてきてすぐスクイズに戻れるようにするわ言うて急いでもうトイレ行ってバーってやってね、で夢の中のおしっこって出やんやん、だって現実も我慢してるからさ、でなんとかちょっと出てん、残尿感エグいねんそう夢の中でな、で思いっきり自分でさ、もう思いっきりこすって何をどこどこちょっとあの女の子の構造わかんないからさ、こすったら出るもんえちょっと頑張ってた夢の中ではとりあえずなんかもうどっかどっか出ろみたいな、でここ押したりとか膀胱縛いたりとかやめてそれしてついてるみたいになってるから、なぜこすって出てん、わーと思って、でパッと起きたら布団びちょびちょ現実と連想的連結してました、やばすぎ、ね、やばすぎ、それも一周は酒な酒入ってやんな最近マジ1ヶ月前ぐらい、一生一生1ヶ月前、全然ない。で酒とかだって暴れないじゃん、結局。でもいつも冷静になっちゃう。だってさ、酒飲むと暴力振るとかさ、暴言吐く人がいるじゃん。全然理解できない。コントロールできるってことやんな、でも。コントロールできるっていうかさ、なんか普段からさ、その気にするもんじゃん、それってさ。でもなんでさ、お酒を飲んだらそこが外れちゃうんだろうと思って。ウキの中で構造的に浮かんでんのは、普段多分めちゃくちゃウキ切れやすいねん。ライン的に。でも冷静の時は下げてんねや。酒が入るとここが上がってくるの。普段のキーポイントが出るからいっかでやってても。ウキちゃんはもうここの部分が通常のウキなんや。通常のウキやねん。でも普段は頑張って下げてんねん。こっちが偽ってんのよ。そう。だから元が優しい。そう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 。全然できない。ケッケだって暴れたいんだよ。ケッケだって暴れたい。なんだチンチン出してブーってやりたいけどさ。なんか冷静になっちゃうの。逆に引くんちゃう、そういう暴れてる人みたいな。冷めるとか。そう冷めちゃうし。ウキの友達と同じタイプや。そう、でも結局暴れたいなって思ってさ、思ってもやっぱ金玉までしか出せない。玉まではいい、竿は出えへん。なんか竿はやっぱりガードしちゃう。ね、玉まではね。そう、玉までは今まで見せたこと、どんなに仲いい子でも玉までしか見せてないもん、結局。ウキモードさんちへいらっしゃい。自分の中でさ、これないと無理みたいなさ、コスメある。絶対に、絶対に欲しいもん。あ、一個だけ使えるならみたいな感じですね。マジでこれだけはもう、廃盤しないでほしいみたいな。わ、ウキこれかも。これ、メイベリンのこれ。あ、いいよね、これ。天まで貼れます。マスカラ？これ、ウキめっちゃ大好き。いいよね、これ。ウキ、海大好きやからさ、ウォータープルーフで最強なやつって言ったらこれ。一応マスカラ時代これ使ってた。これ廃盤になったら嫌。エラミはじゃあそのつけま関連で、あ、シーンのつけま、シーンのつけま、このずっと使ってるつけま、これ結構状態いいよね。そう、状態いい、これがなくなったら嫌や。めっちゃエラミンのつけまって感じ。全然参考にならない結局。なんかもっとさ、このブランドめっちゃいいよみたいな、とかもマスカラも使わないし、つけまも使わない。先生ごめんね、参考にならないよね。じゃあ2番目、なくなってほしくないコスメやったらもう絶対ノーズシャドウやけど、これやっぱりいい気がします。ユアグラム、あ、ユアグラムね、アイブロウパウダーね。これケイトとほぼ一緒だよね。ケイトより1回安いし、いいよね、こっちの方が。そう、色味も一緒だし。ケイケ、これだったな。これ廃盤して一瞬なくなったの、このケイトのアイブロウ、めっちゃ細い。へぇ、でもそんな細くないんだけど、なんか持ち運びもしやすいわけよ。まあちっちゃいしね。そうそれ言われるだけ、これもずっと欲しい。あ、これね、涙袋だよね。夏うん、ケイトはもうすごいよ。あ、そんなの、ウキめっちゃケイトやわ。あ、このね、BB とかね、下地もいいんだ。下地もいい。ウキそばかすが濃いからさ、カバー力が欲しいね。これ結構隠してくれる。もう下地からカバーしに行くのね。下地からカバーしに行く。最近はちょっとさっきのあの皮脂が嫌で、はいはい、でも年々油が出てくるんだよね。そうよ、あんた、いやいや、今若いからって何か言ったら私今教科書ないから分かりません、おばあさん。ちょまじょこずからす歯増やすぞ。いや、やだやだ、てかうち多くないから。足やばい、めちゃしみれちゃう。わかんない。あー、これ最後に踏んの場合気持ちいい。使う。あ、それゆうちゃんからタンプレでもらった、これ。これ化粧崩れにくくなる。使いたい。はい、化粧終わり。やりえのよ。いや、男の私より早い。洗面所めっちゃお腹なっちゃう。大丈夫やで。お腹すいた。関西人はお腹がなっても恥ずかしいとは思いません。思わへんよな、マジで。恥ずかしいんだ。おならやね。いつもはおんま恥ずかしいと思う。そう、ほんまにそう、おなら。あ、おなら一番恥ずかしいよ。やっぱそう、それは全部強い。とりあえず、体から音が鳴ったら全部恥ずかしい。だからさ、お腹さ、鳴ってもさ、あ、お腹減ったんみたいな。うん、わかるわ、みたいな。ナイクからそっから話始まる。恥ずかしいことではない。うん、恥ずかしくない。
でもさ、じゃあさ、例えばじゃあよ、授業中にさ、じゃあ好き、クラスに好きな子がいます、男の子、うん、でさ、テスト中にさ、ウクレレレレンってなっちゃってさ、恥ずかしくない？全然背男の前で、うん、ごめんなったっていう、普通におなら出る場合も結構、あ、好きな子の前でおならは恥ずいけど、友達の前とかやったら入りますって言うもん、うん、入りますって、ちょ、待って、みんな離れて、みたいな、そう、なんなら一回静かに最初から音聞かせるっていう技があるから、関西人関西のおかん、今日やで、手が静かにして、急に出すね、迷惑、まあ、でもそのノリが一番いいよね、なんか平和って感じ、笑いに持ってきたがるよね、そういうのは、ほんまにそう、もののけたし、え、待って、ほんまや、もののけ姫、あれやん、首長くなっていくやつやん、でもこれ結構真面目なんだよ、あ、今の状態がそれだけ、さすがにねえ、待って、これ見れるわけないじゃん、ハロウィンやから調子乗ってるんかと思った、いい加減にして、こっちも調子乗ってるのかと思った、違うよ、ハロウィンやからって、いい加減にして、顎にも入れるんや、顎にもやる、青ひげ隠しっしょそれ、あ、違うよ、そういうこと、結局青ひげ出ないもん、ゆうちゃんオレンジのチークとかは、あ、はい、青に反応してみたいな、そうそうそう、なんか青で隠せねえよみたいな、違う、この先端は全部赤くした、ねえ、だだやってんやん、ウキモードさんちへいらっしゃい、え、でもウキ結構男の子に生まれたかったなって思う時あんねんな、なんで、でもえ、でもな、ウキな、小学校の時さ、お母にも心配されとってんや、うんうん、男の子が好きなもんが全部好きやってん、あ、俊足とかも黒と赤がいいし、仮面ライダーのワッペンとか貼ってたし、あ、だって家来た時も言ってたもんな、なんか、うん、エルメプリキュア飾ってるやん、なんかそれで、え、マジレンジャー見てたとか、え、プリキュアじゃないのみたいな、結構稲妻イレブンとかガチ勢やったし、エサイホーバコドラゴン、それやな、彫刻刀のやつはドラゴンやった、あ、でもちゃんとドラゴンにするんだ、サイホーバコはお母さんがもう絶対女の子にして、エプロンは、エプロンは紫色とちょっとどっちもいけそうな、はいはいはい、ガッツリ赤ドラゴンとかが良かったけど、ロコロコっぽいのが良かったんですよ、え、ケッケそのエプロンとかそんなんと、あ、ケッケはね、割とケッケで今ゲイになったのさ、17歳とかだからさ、あ、そうなんや、そうよそうよ、それまでは普通の男の子だったよ、好きなのも女の子やったの、女の子だった、めっちゃ毎日ラブレターとか書いてた、かわいい、その他には気持ち悪い、でも初体験どこだっけ、あ、私はあのうちの前の公園の多目的めっちゃおもろい、最低だよね、男として最低よ、おかまになってよかった、でもさ、なんかめっじゃあ自分が学校一可愛い女だったら絶対やりたいことって何？私は教育実習生のイケメンの人となんか体育館裏とかそういうところでエッチしてみたい。やばい！危ないことして。高一やったら、うん、高3の一番イケてる先輩と付き合いたい。うん、あーあー、結局もそれかも。高3の一軍。もうこれ一個食べてもいい？え、なんで食べる？いいよ食べよ。なんか甘いとしょっぱいの共演。めっちゃ美味しかったん、これタコ甘いとしょっぱいな共演、あのね、ゆうちゃんがあのエラミンチ来んのにね、もう何もいらん言うてんのに、この子何もいらん言うてんのに、なんか買ってきてくれて、人様のお家に上がる時は絶対こういうの持ってこなあかんやん、ちゃんとしてる、めっちゃ嬉しい、ちゃんとしてる、タコパティこれちょっと僕も初めて買ったけど、ガチでうまい、リアル、でも大阪の2番に人気商品らしい、甘じょっぱいのがいいんですよ、甘いとしょっぱいの共演がいいんですよ、ラーメン食ったらアイス食べたいで、アイス食べたらラーメン食いたい、そういう感じですよ、そうよ、そのラーメンも食べたらそのタバコ吸いたいも入るし、うん、ビール飲んだらどうやタバコ1本吸いたい、そうよ、焼肉食うと頭もタバコ1本吸いたい、タバコ1本吸ってからラブホ行きたい、うん、行きたいでしょ、ラブホ行きたい、なんかラブホでさ、一時やっとったよな、なんか女子会、うん、ラブホ大好き、一人とかでも行くの、そう、よくない、普通にアメニティとかめっちゃ広い、うん、そうだし、お風呂広いし、うん、誰も邪魔されないし、確かに、うん、そう、一人でジャグジして、え、ラブホ女子会とか好きな人やったことないの、え、なんかそういうのやってみたい、やってみたい、そう、私それないよね、でもなんか言うな、人の使った後の服やったら嫌とか、あれ選びだってそうだもんね、お風呂、お風呂はね共有したくないみたいな、そう、あとでもラブホはやっぱなんかやるときだけに行きたいから、あのワクワク感欲しい、うん、特別感でいればしい、そう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 、なんかさ、この年になると遊ぶのも疲れてくるね、うん、みんな言いますよね、追いついていかれへん、みんなの感じ、じゃあさ、言い方悪いけどさ、ちなみにゆうちゃん男切らしたことはあんまなくない、切らしてないかも、やろう、なんか何気 いたみたいな1年のスパン空いたことある、うん、ないかも、やの、でも長いねん、ほんで一人一人がね、長いよね、大体1年ぐらい、みんなまあね、自分の頑張れる活力にもなるしさ、そうそう、楽しみがないと頑張られへん、恋人がいるとってこと、うん、この日に会えるからそれまでに仕事終わらそうとか、でもさ、結局モチベアップは自分のやっぱりさ魅力とかもあるからさ、恋愛じゃない、だよな、いろんな人間が今
ますわね。特に東京なんて本当面白いなと思うんだけど。汚い街。あ、そんな。しん。で、雨季関西から出たことないからさ、どの地域もわからんねんけど、東京と大阪の違いのネタやってるもんで。それやってますよね。なんでちょっと東京に来るたびにちょっとなんか集客して帰ろうと思うねん。なんかネタ思いつこうと思うねんけど。うんうんうん、例えばいろんな人種がおって面白いなっていうか、なんか雨季の固定概念から外れた2回目の東京で慣れたもん。慣れてはない、まだ2回やから、うん、でもなんか面白い毎回、めっちゃ刺激的。ああ、じゃあもうそれだけ分かってくるってな。じゃあもう大体分かってくる。うん、分かってくる。あ、こういうタイプねみたいな。ありがとう。どうも、雨季モードさんちへいらっしゃい。なんかさ、新しい靴下ってなんかすごいリサってなって、ね、すっごいよかったね、今ね、危なかったね。はい、というわけで、お化粧が完成しちゃったので、今から歌舞伎町の夜の街へ行っていきましょう。あ、新宿2丁目なの。新宿2丁目。今宵もじゃあみんな、夜の街に出くわして、ごめん、今宵のせーの、ギャルマインだよね。これオープニングにしたろ。ねえやめて。やめて。